三浦半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。三浦半島は神奈川県南東部にある半島である。三浦という地名は古代から用いられており、日本初期では大浦と記載されていた。当時は朝廷の所領だったのでこのように五をつけて呼ばれていたという。万葉集では半島全体を指して五浦先、その後、 五の字を避けるようになり、当て字が使われ、美ラとされた。なぜ、三を用いて、三浦と表記するようになったかについては、この半島は東、西、南の三方が裏で囲まれていたからとされている。三浦半島の一地形図三浦半島の航空写真太平洋に向けて突き出し、東京湾と相模湾とを分ける。横浜市磯国の南西にある遠見山から、 藤沢市片瀬に至る線を北限とし、沿宮山の北陸で多摩丘陵に接続する。半島東端の観音崎は東京湾の南限であり、浦賀水道を隔てて、東の暴走半島と共に東京湾を囲む。半島の西には伊豆半島がある。三浦半島は2000万年前から1500万年前の太古の時代に太平洋の深海底で、 太平洋プレート上に降り積もった堆積物に由来する。太平洋プレートが海溝において大陸プレートの下に沈み込む際に堆積物は剥離して積み上がり、約50万年前には海面上まで隆起し、三浦半島や房総半島の元となった。この後、北上するフィリピン海プレート上の伊豆半島が日本列島に衝突したエネルギーで、 三浦半島は時計回りに回転し、現在の形状となった。流起は、現在も続いており、関東大震災の折には、城ヶ島周辺の広い範囲で、海岸線が、数メートル流起している。地質的にはほぼ全域が、第三基層に属する。また、およそ西北西東南東方向に走る、絹笠団総帯、北武団総軍、竹山団総帯。 南下浦断層、引橋断層の5カ所の活断層が存在し、三浦半島断層群と呼ばれる。植生は、上緑紅葉樹林。三浦丘陵が、半島中央に走り、最高峰で、標高241メートルの大楠山、横浜市の最高地点である遠見山を要する。東京湾、浦賀水道に面して、横須賀港や栗浜港、三浦海岸があり、半島西部には、 小田わ湾や昭和城湾がある。半島南端には城ヶ島が付属する。三浦海岸一帯を除いて海岸線は比較的複雑で入り江を利用した漁港やマリーナ、海水浴場が数多く存在する。半島北東部の横浜から横須賀に至る東京湾、川及び北西部の図子、鎌倉は 平地が乏しく起伏の多い地形にもかかわらず市街化が進んでいる。一方、中央部から南部は森林や畑が広がり、東京から近い割に広々とした景観が展開するため、日帰り観光地としても人気がある。水田は少なく、大根、キャベツ、スイカその他各種野菜の栽培が盛ん。特産であった三浦大根はわずかな作付けのみで、 主力は、青首大根に移行している。主に、三浦半島の大部分を占める横須賀市と、三浦市を合わせて指す故障として、横山、横山地域という名称が使用されることがある。三浦半島では、旧石器時代にあたる2万5000年前から人類が、生活を始めていた。縄文時代の遺跡では、三浦市の初磯貝塚や横須賀市の夏島貝塚、 香山貝塚などが知られる。また、弥生時代には、三浦市赤坂遺跡などで、拠点的な集落が営まれた。古墳時代前期には、逗子市と、葉山町の境に、長江桜山古墳群が築かれた。また、三浦市や横須賀市にも、古墳群や横穴墓が作られた。古代の律令制度では、東海道相模国に属する。日本初期には、大浦と記されている。 中世には、よりの挙兵に従った三浦氏の両国であった。三浦氏は、北条時折の時代に、法事合戦で宗家が滅ぼされた。以後半島の北の街道沿いは、北条氏の領地となり、北条氏側について、三浦の加盟を継承した冒険は、半島内に閉じ込められる形となった。後にこの系統は、戦国大名家し大北上杉氏の悲観となるも、 伊豆の北条総運が、相模国に勢力を拡大し、1516年に、三浦市を攻めるために、玉縄城を築き、牢城した三浦義、三浦義康、三浦義を、住吉城から荒井城に攻めて滅亡させると、三浦半島は、五北条市の領地となる。戦国時代には、三浦半島は、五北条市の水軍の本拠となり、東京湾を挟んで、 里見氏とが争う。里見吉高は水軍を率いて、三浦半島を襲撃し、鎌倉まで攻めて、北条氏綱と戦う。江戸時代初期は玉縄を本拠とする、本田正信の領地で、江戸幕府直轄の天領であった。1600年に、ヤンヨーステンと共に、リーフデーで日本に来航した、イギリス人、ウィリアム・アダムスは、徳川家康の外交顧問となり、 三浦半島に領地をもらい、日本名を三浦安人とした。鎖国後の江戸時代には、浦賀の町に海鮮丼屋が並び、徳川吉宗は浦賀奉行を設置する。後期には、フェートン号事件などが発生したため、鎖国政策を取る江戸幕府は、江戸安防備のために、1810年に、藍津藩に三浦半島沿岸の警備を命じる。1821年以降は、 アイズ藩に代わって、川越藩がそれを担当した。その後、モリソン号事件のように外国船が日本近辺に出現して測量などを行うようになり、1846年には、ジェームズ・ビドルのアメリカ艦隊が、三崎沖に姿を現し開国を求めた。幕府は1853年には、マシューペリー率いるアメリカ艦隊が、浦賀沖に来航。 栗浜に上陸して幕府に通称を迫った。洋式法術を研究していた幕臣の江川栄竜は、三浦半島に砲台を築いて防衛線とすることを提言するが知り添けられた。明治後には、三浦半島は国防上の要少地と認知される。横須賀には、横須賀鎮樹府が設置され、日露戦争において、公海海戦や日本海海戦で機関として活動した。 戦艦、三笠の本籍地であった。この三笠は、日露戦争後に火災で沈没し、除籍となるが、保存工事が施され、三笠公園に現存する。太平洋戦争の末期には、アメリカ軍の本土上陸に備えて、沿岸陣地も築かれた。戦後には消滅した日本軍に代わり、アメリカ軍や自衛隊の基地が、横須賀市や逗子市に多く作られ再び、 軍都となる一方、首都圏の発展に伴い、三浦半島でもベッドタウン化が進み、2007年、現在の人口は62万人であるが、住民の高齢化も進行している。カテゴリー、横須賀市、カテゴリー、三浦市、カテゴリー、逗子市等も参照されたい。日産自動車工場、ありがとうございます。